ご飯でも一緒に行かない？
会社終わってすぐ来たから、お腹ペコペコで、ライブの話もしたいし、ダメ？いえ。なら決まりね。嫌いなものとかある？辛すぎじゃなければ、特には。そう。じゃあ行きましょうか。私、ホットサンドプレート。あと、シーザーサラダ。じゃあ、自家製トマトソースのスパゲティ。あ、それからドリンクバー2人分。なんか、すいません。いいのよ。そうよね。高校生連れてバーはないわよね。こっちこそごめんなさいね。いえ。あの、私、ドリンク取ってきます。じゃあ、アイスコーヒーお願い。はい。セットリストに入ってましたね。ブルーム、ああ、そうね。ありえないことね。あ、私です。さあさあ、あったかいうちにいただいちゃいましょう。でした。一本いいかな。ああ、はい。子供産めないし、ならいいかなって。別に不妊とかじゃないから安心して。え？変な気を使わせちゃったわね。ごめんなさいね。あ、いえ。でも産めないって。私ね、女性が好きなの。気持ち悪いでしょ？いえ。エイミー。ん？確か、エイミーは、アリシアが彼女に向けた歌でしたよね。そうね。私、エイミーも好きなんです。エブリシングスターテッド、ウィザーシングルリブ、の、あたりが特に。ありがとう。いえ。あら、もうこんな時間なのね。そろそろ行きましょうか。あ、私も出します。いいのいいの。こういう時は年上に甘えちゃいなさい。大人のマナーなの。はあ。年上の人にご馳走になったら、ありがとうございますって素直に受け取っておくの。そのうちあなたが年下の子にご馳走するようになるんだから。今日はごめんなさいね。振り回しちゃって。いえ、いいんです。私も楽しかったから。ありがとう。あなたって本当にいい子ね。
な思い出ができたわ。本当にありがとう。それじゃ。あの、今度は私が何かご馳走します。どこがいいですか？え？わかってる？小前さん、私、女性が好きなのよ。夏木さんは、私のこと嫌いですか？そんな、とんでもない！だったら、また誘ってください。いいの？はい。私、もっと夏木さんといたい、から。ありがとう。そんなに固くならなくていいのに。でも、だって私たちもう友達でしょ。ちょっと年は離れてるけど。ありがとうございます。あ、そうだ、今やってる映画にアリシアの歌が使われてるの知ってる？はい。よければ一緒に行かない？もう見ちゃった？私でいいんですか？小前さんとがいいのよ。いえ、喜んで。よかった。今度の日曜日とかは大丈夫？大丈夫です。それじゃあ、午後1時に駅前公園の日時計の前で待ち合わせね。一応、私の連絡先を教えておくから、何かあったら連絡ちょうだい。はい。まあ、毎朝会ってるようなものだし、何かがそうそうあるとも思えないけど。ごめんなさい。待たせちゃったわね。いえ、私も今来たところですから。そう？ならいいんだけど。はい。じゃあ行きましょうか。ああ、これ？いいの。もらい物だから。営業さんがよくもらってくるのよ。やっぱりアリシアの歌は素敵だったわね。はい、とっても。そんなに固くならなくていいって言ったのに。それも、ごめんなさい。その、まだ慣れなくて。ゆっくりでいいからね。夏木。え？あ、ごめんなさい。ぼーっとしちゃって。いえ、何か、ありました。この喫茶店、好きだった人と在学中によく来たなって。過去形ですか？だって、あの人にはもう彼氏がいるのよ。いつまでも思ってても仕方がないし。夏木さん。だけど、うん。好きだった。ごめんなさいね。いつもこんな話ばっかり。湿っぽいのはもうなしなし。ね？
カラオケにでも行かない？思いっきり歌いたいわ。何か探してるの？リンゲージっていう DVD 探してるのにどこにも置いてなくて。ああ、アリシアのドキュメンタリー映画なら私持ってるけど。本当に？だいぶ前のだからね。よければ見に来る？ぜひ。今週の土曜日は空いてる？あ、大丈夫です。じゃあ、1時に駅の中央改札を出たところで待ってて。あ、夏木さん。迷わなかった？全然。これ、お土産です。そんな、気を使わなくてもよかったのに。わあ、素敵なマンション。ありがとう。お邪魔します。あ、コーヒーとカフェオレ。どっちがいい？じゃあ、カフェオレを。オッケー。あ、適当に座ってて。失礼します。お口に合ってよかったわ。いい部屋ですね。私もこ
な部屋で一人暮らししたいくらい。ありがとう。みずきちゃん、大丈夫？そうそう、DVD だったわね。でした。あら、もう8時過ぎなのね。あ、もう暗いし、駅まで送るわ。そうだ、ちょっと遠回りなんだけど、とっても夜景が綺麗なところがあるの。行ってみない？暗いから気をつけて。ほら、ここ。わあ、綺麗。そんなに喜んでもらえると、連れてきた甲斐があったわ。夏木さん。嫌だった？まったく。本当に可愛い子ね。あんまり遅くなるとご両親が心配なさるわね。いや、みずきちゃん、だって私もっと夏木さんといたい。明日も駅で会えるじゃない。うん、大丈夫？